小木選手。鳥取県立倉吉東高等学校、中京大学体育学部を経て、2010年4月より、同大学大学院に在籍。2008年北京オリンピック日本代表選手。倉吉東高校時代より、トラックレースの中、長距離選手として活躍。 2005年の全国高等学校選抜自転車競技大会 2km 個人追い抜きで優勝を果たす。中京大学に進学した2006年は全日本自転車競技選手権大会、全日本アマチュア自転車競技選手権大会の 3km 個人追い抜きを制覇。また同年開催されたアジア競技大会にも出場した。 そして2007年6月、南アフリカケープタウンで開催された、世界選手権自転車競技大会 B のポイントレースで優勝し、同大会スプリントで優勝した、佃崎先港ともに北京オリンピック代表内定選手となった。この他この大会ではスクラッチでも優勝して2冠を達成。また個人追い抜きでは2位、競輪では3位に入った。 そして同年10月に発表されたトラックナショナルチームのメンバーにも選出された。また同年のアジア自転車選手権3トル個人追い抜きでは3位に入賞。国内に目を転じると3トル個人追い抜きでは全日本自転車競技選手権大会、全日本アマチュア選手権自転車競技大会といずれも連覇を果たしたほか、全日本選手権のポイントレースも制止。 同年度大会の2巻を果たした。2008年の北京オリンピックでは、高速スピードについていく、積極的な走りで前線したが、20周過ぎに、アメリカのサラハマーラと接触して、転倒、しばらくの間起き上がれない状態となり、結局途中棄権した。2009年、全日本選手権、3km 個人をい抜き優勝。2006年のアジア大会でも、 ポイントレースでは途中危険に終わっている。ありがとうございます。